音楽を作ってる会社さん、後ろを見ていただければ分かるものを作ってる、いいと思います。はい、皆さんこんにちは、レイテノールの杉山です。今日はですね、コンビニで買える美肌のおやつ特集です。皆さん食べたくなる時ありますよ。おやつだってコンビニに行ってね、どれ食べようって、お肌と美容とダイエットとかいいものないかなって迷いますよね。ここに6種類のおやつが並んでいます。栗、グミ、ナッツ、マシュマロ、トマトジュース、そしてビタミンジュースですね。この中で5つはとってもおすすめな美肌のおやつ、もう1つは一見良さそうに見えるけどちょっと気をつけた方がいいぞっていうものが1つだけあります。じゃあですね、いいおやつから紹介していきますね。まず1つ目、栗です。栗はハマグリ見えちゃいましたですね。これ有名ですよね。栗だったら何でもいいというとあれなんですけど、加工してないものが多いですね。焼き栗とか焼き甘栗とか焼きマロンとかいろいろありますよね、コンビニによって。こちらはね、原材料が栗だけなんです。だから甘さを足したりしてないんです。一番避けてほしいのはトランス脂肪酸を使ってないっていうことと、カロリーがゼロでも添加物を使ってない方がいいです。あともう一つは加糖ブドウ糖液と異性加糖って言われるものですね。これも使ってない方がいいです。めっちゃ入ってますから。本当に今持ってきたものの中には5種類の中には悪いものが使われてないおやつです。だからおすすめです。この栗はね、どんな栄養素があるかっていうと、食物繊維、ビタミン C、ビタミン B1、 カリウム、鉄分、ヨウ素っていうのが入ってますよ。ビタミン C と一緒に鉄分取ると吸収が良かったりするじゃないですか。この一つでね、それらが叶うし、食べて体に害もないし、そして栄養素取れて、おやつとしてはすごく優秀、そして美味しい栗、すごくおすすめです。はい、2番目ナッツです。ナッツは美容に詳しい人は知ってるかと思うんですけど、ナッツってミネラル分とかビタミン類だとか、そして不飽和脂肪酸っていうね、いい油が豊富に入ってるものですよね。ただ気をつけた方がいいのはカロリーが高い。なぜかっていうと脂質がすごく多いんですよね。食べる量さえ間違えなければすごくいいおやつです。アスリートの人たちとかも結構おやつにナッツ類持ち歩いてますよね、缶に入れて。本当にね、美肌にもめちゃくちゃいいんですよね。どんな栄養素が入ってるかっていうと、まずナッツの王様と言われてるアーモンドは、食物�繊維はレタスの9倍、そしてビタミン E だったらなんとゴマの300倍ですよ。すごいですよね。だから本当にとってもいい栄養素が取れるんです、この数粒だけで。どんなぐらい食べたらいいかっていうと、1日に20粒から25粒ぐらい、そのぐらい手のひらに乗るぐらいかなっていう感じを目安にしたらいいと思います。それだったら食べ過ぎにはならない。高い脂質ではありますけど、飽和脂肪酸だったらね、コレステロールつけちゃいますけど、不飽和脂肪酸っていうのはかえってコレステロールを下げる役割があるんですね。だからむしろ食べた方がいいっていう、おやつにはとってももってこい。1日で食べちゃったらやりすぎですよ。すごいカロリー高くなっちゃいます。2日から3日ぐらいに分けて食べる、これがすごくいいです。じゃあ次です。次におすすめなのはマシュマロです。マシュマロって意外にカロリーも低いんです。なぜかというと脂質が全く入ってないんですね。その分カロリーが抑えられる。糖質はあります、もちろんお砂糖入ってるから。でもそのお砂糖も変な人工甘味料とかっていうのを私は本当おすすめしなくって、お砂糖なら普通にお砂糖水飴とかの方がいいと思います。そっちの方が人工甘味料を取るよりはずっと体にはいいのね。ケーキとかさ、シフォンケーキとかなの、こういうパウンドケーキなんか一かけ食べただけでもう2、300カロリーするじゃないですか。マシュマロは1粒9カロリーだから、それ10個食べたって90カロリー、大したことないんですよね。もう一ついいのはね、なんで美肌にっていうかって言って、ゼラチンが入ってるんですね。コラーゲンもゼラチンなんですよ。これを食べたからといっていきなり肌がプルプルにはなったりしませんけれども、コラーゲンを取れるっていうことで、すごく私は美肌にとってはいいかなって思います。いろいろ工夫して、例えばコーヒーのお砂糖の代わりにマシュマロを入れる、そうしたらすごくふんわりとした甘さになって美味しいんですよ。ココアの甘さも砂糖を入れるんじゃなくって、マシュマロをお砂糖代わりに入れるとかはすごいおすすめです。今ヨーグルトに入れるとかっていうのも流行ってたりするみたい。そういう食べ方をして、ぜひ手軽に罪悪感なく食べれる甘いおやつとしてはマシュマロすごくおすすめします。次にですね、トマトジュース。
トマトジュースはね、素晴らしいですね。まずはね、トマトのリコピンっていうのがですね、善玉コレステロールを増やすし、さらに抗酸化作用がありますよね。ギャバっていうのが入ってるんですね。で、ギャバが血圧を下げるっていう役割をするらしい。このトマトジュースがいいのは、後ろ見てください。トマトだけなんですよ。必ず後ろを見て、塩分あまり入ってないもの、トマトだけの原材料のもの、添加物がないもの、これを飲まれるといいと思います。すごく美味しいし、あとなんとね、二日酔いにもいいらしいんですよ。朝起きて調子が悪い時、二日酔いもそうだし、なんとなく胃がムカムカするみたいな、もうそういう時とかでもトマトジュース飲んだらいいと思います、朝ごはん代わりに。はい、さて皆さん、残りましたのがグミ、ビタミンドリンクですかね。この2つが残りました。どっちかはすごくおすすめ、どっちかは考え方としてちょっと気をつけた方がいいよっていうものなんです。どっちだと思いますか？おすすめはグミなんです。意外だって思った方もいると思うんですけど、このグミはグミでも、このカンロさんっていう会社さん、グミ結構出してるんですけど、この会社って先ほど私が言った加糖ブドウ液糖だったりトランス脂肪酸を使わないっていうポリシーがあるんですね。会社として糖を研究している、糖は悪いものだって言われてますが、でも糖だってブドウ糖だって脳の働きにはすごくいいものだし、糖をそんなに悪者にしないでください、その代わり自分たちはいい糖しか使わないっていうね、加糖ブドウ糖液糖のように消化吸収分解されずにいきなりドーンと細胞に入ってきて悪さをするっていうものじゃなく、ちゃんとしたプロセスを通ってちゃんとした糖しか使えませんよっていう発信をしている会社さんなんですよ。いいおやつを作ってる会社さん、後ろ見ていただければ分かる、菅野さんの作ってるグミいいと思います。私は最後に残ったこのトロピカーナさんのマルチビタミン、別にこれをディスるわけじゃないんですけど、ビタミン取りましょうっていう風に飲む場合は要注意です。なぜかって、体にいいものを飲んでると思ってガブガブ飲んじゃうかもしれないですけど、体にいいというよりは、これは先ほど言った加糖ブドウ糖液糖とか、こういう甘味料とか、そういった添加物がいっぱい入っちゃってます。ビタミンを摂るというのもちょっと違うかもしれない。美味しい味のジュースっていう位置づけです。ビタミン摂りましょう、はいこれ飲みましょうっていうのは気をつけた方がいいですよっていう、そういう感じですかね。コンビニでも手に入ります。おやつに迷って美肌にいい、体にいいっていうおやつ選ぶ時のぜひ参考になさってみていただきたいなと思います。では私もこの手に入れたおやつくんたちを数日かけてみんなと一緒に食べさせていただきたいと思います。はい、では皆さん今日はこの辺でさよなら。皆さん、レイテノールの公式 LINE はご存知ですか？毎月開催のとってもお得なキャンペーンやイベント情報、美肌の知識満載のコラムを配信しています。そして、レイテノールオリジナルクレンジングの最新情報も LINE が一番早くお届けできます。お友達追加は概要欄のリンクからお待ちしています。ところで皆さん、インスタってやってますか？インスタライブや質問コーナーで皆さんと近くでおしゃべりしている気持ちになれて、私の密かな楽しみなんです。 YouTube には上げてないこともたくさん載せているので、ぜひ覗きに来てください。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。